こんにちは。今日も見てくださりありがとうございます。いつだったっけ、これおとといかなの夕飯です。お豆腐たっぷりのハンバーグです。で、材料と分量はここに出てるこれです。でね、豆腐はあらかじめね、水切りをしておきます。そしてひき肉、卵、豆腐、顆粒コンソメを入れてこねます。私この日ね、ズボラをして玉ねぎのみじん切りを入れなかったんですよ。これね、絶対玉ねぎのみじん切りを入れた方がふわっと柔らかくて美味しいです。入れてくださいね。で、玉ねぎはね、みじん切りにしたらレンチンして冷ましておいたらいいです。もうね、やっぱズボラをすればね、味にそのままね、出ますね。やっぱりふんわり感がね、いつもより少なかった。なので、と玉ねぎは入れた方が絶対美味しいです。でね、しっかりこねていきます。手にまとわりついてきて、生地がね、ポテッとなれば OK です。で、焼いていきます。でね、これね、だいたい片面6分半ぐらいずつ焼きました。で、なんだ、蓋があればね、蒸し焼きにしたらね、なおいいです。で、裏返して、よっこいしょっと。ハンバーグがね、すごいでかいんですよ、これ。で、裏側もね、6分半焼きます。で、私の手のひらサイズで作って、その私の手のひらっていうのがすごいでかいんです。で、これソースを作ります。ソースの分量はね、後でね、左にペスでこれです、出ます。これがソースの分量です。で、ソースは火にかけてふつふつふつってなったらね、 OK です。で、これ1人分ずつ盛り付けていきます。このね、鉄板にね、盛り付ければね、それなりに見える鉄板マジックです。でね、最後まで熱々で食べれるので、まあ、言っても私はね、猫舌なんですよ。でね、ソースをジャバッとかけて出来上がりです。一応豆腐がね、入ってて、鶏ひき肉やから気持ちヘルシーかなって感じ。こんな感じのね、夕飯でした。最後まで見てくださりありがとうございます。チャンネル登録してもらえると嬉しいです。で、インスタもやってるので概要欄にリンク貼っておきます。よかったらそちらの方もフォローしてもらえるとなお嬉しいです。以上です。ではでは、ゆっくりな週末を過ごしましょう。